はい、どうも、哲学とです。今回はですね、1週間に稼ぐことのできる、バトルパスポイントの、上限と、疑問に思う方が多い部分について、詳しく解説していきたいなと思います。あとですね、バトルパスのシーズン2に関しては特にね、注意しなきゃいけない部分があるので、それについても詳しくお話しできればいいかなと思ってます。まずですね、バトルパスなんですけども、こちらね、1週間に稼げるバトルパスポイントの上限っていうのが設けられていて、2400ポイントをね、超えて、貯めることができないので、そこはまず覚えておいてほしいなと思います。で、バトルパスポイントなんですけど、正確には、月曜日の、午前3時ですね、に、上限のね、なんていうか、リセットが行われますので、月曜日の、夜中の3時に、まで待つと、リセットがされますので、その期間に2400ポイントまで貯められるって感じですね。結構貯めるの大変なんですけども、2400ポイントね、なるべく効率的に貯める方法についてはすでに、解説動画を上げてますので、気になる方はそちら見ていただければなと思います。でですね、2400ポイント貯まってしまうと、その後はね、アクティビティどんなにやっても、ポイントが貯まることがないという感じになります。なんていうのかな、ポイントを貯めておいて、報告だけしなければ、2400超えても、貯め続けられるのかなと思ってやってみたんですけど、結果はですね、2400に到達した時点でぴったりとこう止まってしまって、貯めることはできないという感じですね。なので、アクティビティに関しては、2400貯まった時点でもう、一切ポイントは入らないっていうふうに、考えてもらえればなと思います。ただですね、こういった道しるべとか、に関しては、こうやってポイントがね、まだ未獲得の状態で、残るようになってますので、2400超えて、こういったね、項目が達成された場合に関しては、翌週にね、持ち越して、このポイントを受け取ることができるんで、ここら辺、最初にアクティビティで、ポイントをこう2400まで貯めて、その後、こういったね、クエストをクリアすることで、上限を超えてね、少しポイントを持っていくことはできるかなと思います。で、同様にね、クエストも未達成の状態で置いておけば、翌週でね、ポイント回収っていうのができますので、なんていうのかな、上限に今週は達しそうだなっていう時は、こういったものに関しては置いておいて、アクティビティをね、優先的に、報告するのがいいかなと思います。で、2400ポイントなんですけど、この上限があることで、1点注意点があって、バトルパスのシーズン2に関しては、期間がですね、30日間と、前回は45日間だったんですけど、短くなってますので、特に、ランク40の報酬ですね。強化バトルパスを買ってる方なんかは、40になるとね、こういったコスメティックの、鎧の方も手に入るので、やっぱり40、バトルパスの期間までに、取得したいところではあるんですけど、期間が短いので、毎週計画的にポイントを貯めていかないとランク40まで間に合わないってことにもなりますので、その点は注意が必要かなと思います。私がね、実際7日から、プレイして、2400ポイント貯めた、状態だとランク19まで来てると。最初のうちはね、40ポイントとか、バトルパスのランクアップに必要なポイントも低いんですけども、上限で180まで上がっていくので、それを考えるとね、結構コンスタントに集めていく必要があると。ランクが高くなった状態だと、1週間に、上げられるランクの上限は15になりますので、1週間でどんなに頑張っても15しかランク上げられないっていうことを、覚えておいた方がいいかなと思います。なので、バトルパスの、ね、報酬、ランク40まで取るまででも、3週間ぐらい、ね、かかるので、そこは注意が必要かなと思います。そしてですね、バトルパス、すべてね、取り終わった後ですね、名刺の報酬箱、
っていうのがもらえるんですけど、これはねシーズンあたりに最大で160回までもらえるので、結構ね、ここに関しては上限達することはないかなとは思うんですけれども、こういったものもね、ランク40以降のものも、もらいたいって考えると、結構ね期間短いので、コンスタントに貯めていく必要があるかなと思います。でちなみにですね、これは全く、今回の動画とは関係ない話になりますけれども、バトルパス溜まっちゃったから他のことやりたいっていうんで、私ちょっとサイドクエストに手を出してみたんですけど、サイドクエストはですね、なんていうか、回数の制限みたいなのがあって、最初のうちはたくさんねサイドクエストだけクリアするってことができるんですけども、たくさん、10個とかねやっていくと、だんだんとね発生の頻度が低くなっていくっていう現象が起きてきて、本当にね1時間に1個ぐらいしか新しいサイド、クエストが生じないってことが起きちゃうんで、サイドクエストに関してもなんていうかそれだけを極端にやるっていうのは、なんていうかあまり効率的ではないのかなと思います。このゲームね、どうしても、携帯ゲームとしてね発売されたっていうこともあって、一つの、行動だけを、なんていうかひたすら周回していく、報酬クエストだけやるとか、サイドクエストだけをたくさんやるとか、あるいは、チャレンジリフト、エルダーリフトだけをやるとかっていうのを特化してやっちゃうとね結果的に効率が悪くなっちゃうんで、一日何かをやるときに、いろんなね行動を組み合わせてやっていくのがいいかなと思います。同じようにねこのアクティビティに関しても、まずこの2倍のものからやって、それ以外の報酬とか、各要素を、なんていうかまんべんなくやって、それでまだポイントが足りないなっていう時にダンジョン周回を始めるような形でやると、効率的になるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。今後もねこういったちょっと、少し疑問に思うような部分を中心に、実際にプレイする中で気づいたこととかも、踏まえて、お話ししていきたいと思いますので、ぜひね高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。